だったと思うんですけれども、どうもバミの藤田です。お願いします。来たよ芸能人。いや芸能人そんなありがとうございます。なんか相方の名前なんて言ってました？はい、石山太郎さん。あ、なんかちょっとこの動物かぶってたら、うん、石山って言ってんのかその西山って言ってんのかがちょっとわからなくて。そうかそうかそうか。あ、そういうことだよね。はい、そういうことよね。ちょっとごめんなさいね。マスク取ってもらっていいですか？マスク取って喋ってもらっていいですか？そのこもっちゃってるんで。こもっちゃいいかにいいかがちょっとわかんない。これもしかしてでもね。アムロちゃん取ってもらっていいかな？うん、ありがとう。最近ね危ないの、うん、すっごく危ないの。ちょっとあんま近づかないでください。あ、危ない。ちょっとあのちょっとね、あの可愛いんだけどもね。なんかアムロちゃんすごく可愛いんだけどもちょっと、うん、ありがとう。ちょっと現実とね、ちょっと、うん、ちょっとギャップすごいからね。うん、現実ってない、現実ってないよ別に。現実だもんね、これが。そうよ、これが現実よ。さっきの体を見て、これが現実。体すごいもんね。うん、すごいね。ありがとう、うん。こんなセクシーなんだ。そうよ。うん、これあれかしら。あのこのまま藤田さんと半分歯科になってる藤田さんと喋ってていいのかしら。これどうします？これ別に。これあの。外してもいいですけど、別に。あ、でもこれがいいわね。こっちの方がいいですかね。このまま突き進んじゃっていいのかしら。いいですかね。いいですね。いいですよね。わかりました。あ、じゃあ続き進めますよ。お願いします。じゃあちょっとこれだけ熱いんで、ちょっと外してもらいます。うん、じゃあお願いします。お願いします。ちょっと初めましてですよね。初めまして。初めまして。ありがとうございます。今日呼んでいただいて。もうね、それ呼ぶわよ。え、それ呼ぶの。なんでなんですか。なんでなんですか。はい、やっぱり安室咲希といえば、はい、やっぱりね芸人さんの追っかけなの。あ、そういうことなんですね。そうよ、だってあの追っかけてればなんとかなる場合ってゼロじゃないと思うね。あ、そんなこと言っちゃうんですね。だからなんとかで、ね、何歳でしたっけ。17歳よ。17歳でその、ね、その考え方ってなかなかすごいですね。うん、そうね。芸人と一緒におったらまあなんとかなるという。そう、出待ちをしたら、はい、なんとかなった子が友達にいるから。あ、ちょっとあんま言わない方がいいですよ。そのあの出待ちでそのつながったみたいなのはもう今一番ダメですから。そういうすぐリークされますから ね。はい、ダメですよ。やっぱりね、さっきはね思ってるのは、はい、まあその芸人さん、まあミュージシャンさんとか俳優さんどうかしらわからないけれど、はい、やっぱり男性だとしたらよ、はい、やっぱりモテたいみたいなことがあって、はい、いわゆるそのなんかあれね、ちょっとお笑い芸人さんや、はい、そういったこう表現者っていうのかしらねっていうのになる場合はゼロじゃないと思うのよ。そのありますよ、モテたいということですね。そうです、お笑いが好き、はいはい、音楽が好き、演技するのが好き、それわかりますよ、はい、でもやっぱり女の子にモテたいっていうのは、まあね、あると思う。それがほとんどだと思いますよ。そうよね、やっぱり、はい、男はね、みんなそうなの。あ、そう、なんかちょっとフェミニストみたいな感じ。そうよ。そういう一面もあるんですか。え、あるよ、さっきはね。さきちゃんは、さきちゃんはだってこんなさ、うん、男性をこう、なんでしょう、魅了するような格好してるってことは、うん、やっぱり男性にモテたいみたいなことは。ここがね、ここが勘違いされてるとこなのよね、男の子に。勘違いしてたんや、ごめんなさい。違うのよね、女の子は、はい、男の子より、あれ、さっきの声が聞こえるわね、どっからか。あれこれどこに反応して聞こえるのかしら、いいのかしら、このままでも二重に聞こえるわ。どうしよう、パニック二重になったわ。パニックいいのかしら。ちょっとさきちゃんパニックなってるよ。大丈夫ですか。いいのよね、偉い人、大丈夫。あ、なんか同じ部屋に入ってるんじゃないですか、誰かが。サキ、マイネームズサキ。あ、確かにちょっと。ちょっとそれ、いいですか、このまま続ける、続けます。続けます。
酷やな。やっぱり、あ、20代から気にしないよね。これ電話は、人と電話してるときも時々こうなってすごく気になるときないかしら。まあありますけれども、さっきの話どうなったんでしょうか。女の子はいい、はい、そうそう、いや女の子というか、さきちゃんの話でしょ。さきちゃん、さきはどっちかっていうと同性に可愛いって言われたくてこういう格好してるの。あ、そうなんや。そうよ。でもおっぱいとかあれかな、可愛いっていう感じかな。さきのおっぱいはもうこれ生まれつきだから。いや、さきって本当にわかるんですけど、こんなブリッと出さないっても。そういうことね。はい、やっぱちょっと男性のこと気にしてるのかなって思っちゃいますね。違うよ、さきはね、足が綺麗なね、女の子がね、思いっきり足を出してることにね、すごくね、腹立たしいの。腹立たしいですか？腹立たしいの。私は足が綺麗っていうね、ことをね、はい、見せたいために出してるんでしょって、すごく腹立たしいの。はいはい。だけど、気づいたらさきは、お乳が出てたの。でしょ？それは自分のおっぱい綺麗でしょってやってるんじゃないですか？哲学的すぎてわかんないわ。ちょっと待って。ちょっとトークできないな。サジ投げんの早いって。その何ですか？考えてます？考えてます。今作ってます？作ってませんよ。さっきはずっとこうだし。別に。でしょ？うん、いやその本音トークしたいんですよ。さっきだって本音だけで生きてるから。でしょ、うん、すぐするわよ本音の話。その結構グッて言った時に、うん、そのもういいみたいな、そのサジ投げられたら話せないなっていうのがあるんですけど、ちょっとまあ、うん、ちょっとあれですよね、今のはでも、うん、あの初対面にしてはちょっとグッと行き過ぎましたね。そうよ、ごめんなさい。やっぱりね、初対面で男性でお乳の話するのはやっぱりね、セクハラ。確かに、うん、セクハラはすごく訴えられちゃう。でも初めはそのね、モテたいっていう話からなんで、さきちゃんらしいんですけど。いやさ、そのね、空向くのやめてください、ほんまに。やれやれじゃないんですよ。